どうもです。親父でございます。今日の親父の動画はね、こちらでございます。ということでね、こちらセブンイレブンさんのアメリカンドッグでございます。まあ私アメリカンドッグ好きなんですけども、やっぱり食べ過ぎは注意ということでね、そんな食べないね。本当はね、毎日食べたいというとちょっと嘘になりますけども、結構ほんと好きなんでちょこちょこ食べたいんですけど、まあ月に1回または2回ぐらいかな、実際ね。で、今日はね、久しぶりに購入したっていうのは、今セブンイレブンさんでね、20円引きやってまして、4種類のね、こういったお惣菜系のホットスナック系の中からね、まあアメリカンドッグも20円引きで税込みで86円だったかな。なのでちょっと購入してきました。たまにね、アメリカンドッグの食べてる動画、まあアメリカンドッグメインじゃなくて何かしらやってる中でアメリカンドッグを食べてる動画なんですけども、あのね、ちょっとまだ、なんつうのかな、分かってないっていうとちょっとね、まあ語弊があるんですけど、そこ捨てちゃうの？みたいなところがね、もう今これ言うだけでピンとくる人はもうすぐ来ると思うんですけども、そこをね、私は教えてあげたい。アメリカンドッグはどこが一番美味しいかっていうのを教えてあげたいんでね。まあ食べ方というよりは、こうやってほしいというところなんですけども、早速ちょっとね、食べていきたいと思います。はい、ということでね、いただきます。もう食べ方なんですけど、まあ食べ方はね、いいんです。で、まあ、自分でね、オリジナルのソースを使ってもいいですしね、もうかけ方も、まあ私はこうかけますけど、まあ人によってはね、上からかける人とか、あとはこれを使わないでね、こだわりのケチャップだとか、マスタードとかをかける人いるんですけど、もうそれはどうでもいいです。それはもう美味しく食べてこれれば問題ないんで、そこではないんです。それではいただきます。ふわふわでね、外カリ中ふわ、それでね、ソーセージがジューシーで、美味しいですね。で、ケチャップの酸味とね、マスタードの辛み、まあ粒マスタードね、こっちも酸味がちょっとあるんですけども、バランスが素晴らしい。じゃあちょっと食べちゃいますね。美味しいな、やっぱり。やっぱ久しぶりだから余計美味しいね。はい、そしてね、食べ終わりました。ごちそうさまです。で、終わる人がいるのよ。これをゴミ箱に入れて。ここがね、本当のアメリカンドッグ好きはね、絶対このまま捨てない。ここが一番美味しいんですよ。ここがね、カリカリしてるところが。だからここはもう、ここが心臓部ですよ、アメリカンドッグの。ここね、かじるわけです。げっ歯類みたいにね。ちょっと親父のこんなシーンはちょっと気持ち悪いんですけど、ここの周りのカリカリが美味しいんで、香ばしくてね、ちょっとした甘さもね、普通の生地よりちょっと感じるんですよね。ここが一番最後の心臓部分なんで、絶対にね、まあ、絶対に言うっていうとちょっとまたあれなんだけど、ここまで食べてアメリカンドッグなんでね、今まで食べてなかった方、ちょっと食べてみてください。まあ、お外だとね、ちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、お家とかね、車の中とか、人の目が気にならないところではね、ここまで行くととても美味しくいただけるのでね、ここまで食べればもうアメリカンドッグさんもね、頂点ですよ。大満足ですよ。極楽浄土に行けますから、ここまで食べていただければなと思って動画を撮りました。ご視聴さまでした。ご視聴ありがとうございました。アメリカン大好き親父でした。バイバイ。